糸車赤、糸車赤、糸車赤、宝石シャーカ、コロンバーアイニーは、複足砂、九空目、鬼っこぶし科に分類される巻貝の分類群。簡単に糸車類、糸車の仲間などとも言う。貝殻は細長く 3cm から 15cm 程度、オーストラリア区近海、アフリカ南部東部や南シナ海、カリブ海など、主に段階の全身海から、 深海の砂底に生息し、管生後海などを捕食している。多くの種は、突起や死列などを持ち、水管口が非常に長い個性的な外観で、回収集の対象として人気があるが、収集対象以外にはほとんど利用されない。外観は、秋貝かの角折り入れがやかトロフォーニニニーの一部にも似ている。20世紀後期まで分類学的な位置が必ずしも定まらず、 独立の都がとされることも多かったが、1983年に、ハラセビッチ、MG ・ハー・アズ・ビッチという研究者によって、鬼拳外科の赤に分類され、以降はこれに習う場合が多い。なお鬼拳外科を、エゾバイジョーカに分類する場合もある。学名のコロンバーイニーはタイプ属の属名、コリン・ベリアムから。この属名は、ラテン語で脳骨道を意味しているが、この場合は、 貝殻の形状を脳骨道の一種である仏塔に例えたもの。このグループで最初に記載された糸車の種小名が、パゴダ、パゴダというのと同様である。英語ではこのグループを、パゴタシェルズと呼ぶ。各高 3cm 程度の小型種から体か 15cm にも、達する大型種まで、大きさは様々であるが、7から 8cm 前後のものが種である。多少なりとも、 終焉の角張った本体と本体よりもずっと長い水管口を持つのが糸車赤に共通する最大の特徴である。終焉の角張り具合は様々であるが、鋭い竜骨状になったり、その上に特徴的な突起や熾烈が並んだりするものが多い。この終焉角も含め、ラジョー、ラアバラなどと呼ばれるラジオ彫刻からの螺旋に平行な凹凸彫刻はすべての種に、 程度の差はあれ存在する。しかし殻の縦方向の彫刻はごく一部の種に見られるだけで、ほとんど発達しない。これは、悪気外科や糸巻きボラ類にある外見が一見似た種類と、早異なる傾向と言える。また、秋貝科では、水管口が一部閉じて環状になるものもあるが、糸車赤では全体に、溝状に開いているのも特徴である。殻口は歪んだ四角形。 楕円型で、外心内側には、内やばら、筋状の彫刻はない。軸唇も単純で、鬼拳外科のターカに見られる明瞭なひだを持たない。この軸ひだは、鬼拳外科の特徴の一つとみなされていたため、ひだをかく糸車類が長い間、鬼拳外科に入れられなかった一因となっていた。内唇は、糸車族では薄い板状にせり立つが、他族ではあまりせり立たない。 殻は、泡褐色や、開白色で、色の濃淡で不明瞭な模様を表す種も、少数あるが、多くは特別な反問を持たない。角質は薄めで軽いものが多いが、やや厚くなる種も、少数ある。殻側は薄く、単行褐色である。大部分の種で腹がら、生まれた時の最初の殻で、角張に残っているがその後に続く、ラソ臓部よりも、多少膨らみ、 幾分傾いていることも特徴として挙げられる。腹柄の旋回数は二巻前後と比較的少なく特別な彫刻がなく長部が丸いものが多い。その形状は属を分ける際の特徴ともされるが、真滅して分かりにくい場合もある。腹柄と高性格、高性格、腹柄に続いて孵化され成長するからとの境界は不明瞭なのが普通である。 これらの腹ラの特徴は、本類が直達発生、乱納から補腹型の違いが生い出す発生式である、証拠であるとされる。複足類の発生初期には、浮遊期間を持つものも多いが、それらは浮遊生活から、補腹生活に移行する転換期に、殻の形態も変化するため、その境界が明瞭に境されるのが普通である。逆に境界が不明瞭であることは、転換期がなく、 最初から、捕腹生活に入ることを示し、糸車赤もこれにあたる。腹柄が大きいことも直達発生する種類によく見られる特徴である。基本的な構造は、他の新腹側類と同様である。頭部には一体の触角があり、通常はその根元近くの外側によく発達した黒い目があるが、目を隠しもある。頭部の全下方には、ニ口、気候。 見かけ状の口が開口するが、これは、噴章の開口部であって、本当の口は、噴章の内部に、S 字状に畳まれて収納された噴の先端に開口す。噴端内部の口校は、上下2段に分かれ、下段が、施設の、施設の、施設を生成し、収納している場所となり、上段はそのまま食堂へと通じている。噴は、その収納時の長さから見て、 おそらく接触時には体長の何倍も外部に伸長するものと推定される。普段収納されている糞が接触時にのみ伸びるのはエゾバイカなどとも共通である。エゾバイカでは偽口がこぼし出して伸びた糞の基部となるのに対し、糸トグルマアカでは糞症は偽口を形成したままでその奥から糞のみが伸長する。外頭空の内側上部には右に直腸。 左にエラがあり、エラの左下にはよく発達した急剣器、急剣器、オスフレイディアムと呼ばれる、嗅覚を司る器官がある。急剣器は、エラの半分ほども長さがあり、中央の軸の両側に多数のひだがある、複用構造となっている。外頭膜の一部は前方に長く伸びて、水管を形成しており、その周囲を守っているのが空の水管口である。 これら発達した急剣器や長い水管から本類は優れた嗅覚を頼りに餌を探しているものと考えられている。大灯膜炎には水管が伸びる以外には突起や触手のような構造はない。消化管は肉食のため比較的単純である。食道の中ほどに神経管に囲まれた部分があり、その両側から後方に一体の大気栓がある。なお、 副大気線はない。いは、有事上で腸に移行し、内臓界から外頭空に出て、直腸となる。直腸は、膨らんでおり、内部には消化されなかった、多毛類の合毛が見られることがある。肛門の手前左側に接して、肛門腺、アナルグランドと呼ばれる細長い線がある。オスでは、背中から、右前方に伸びる、大きな陰形を持つ。陰形は、 筋肉質で上下に平たく、先端は単純に丸まっている。清掃から出た、油性管は、外頭空壁面を走った後背中に達するが、その部分からは、管ではなく、髪型が開いた溝となり、背面から陰形末端部まで走っている。深腹足類には、油性管が閉じて管になるものと、糸車かのように閉じないで、溝状になっている元があり、 後者は原始的な形質であるとされている。鬼拳外科全体では、溝の一部が閉じて感情になるものと糸ぐるマーカのように全体が溝状になるものとが存在する。巻貝を分類する際とても重要である施設は、他の多くの深幅足類と共通の強絶型、あるいは旋絶型と名付けられる形式で、1個の中葉とその左右にある1体のがわからなり、この計算校、 横一列として前後に百列ほど並んでいる。中波は三本の波とがり、四線一個の波から出る先端突起のことを持ち、基板の両端は強く前方に湾曲する。側場は一波線で単純な鎌型である。施設が内在する糞自体が細いため、施設も非常に小さく、幅が 0.1mm 前後、長さは 2.0mm ほどである。 足の後端背面には、蓋があり、褐色は,は褐色の角質で三角形に近い。この歯型、角は、蓋の尖った下端に位置する。大西洋、インド洋、太平洋のそれぞれに分布するが、太平洋ではオーストラリアからニュージーランド近海、南アフリカの太平洋側周辺に種類が多く、大西洋ではカリブ海周辺に種類が多い。ヨーロッパ周辺では、 化石種が知られるが、原生種は見つかっていない。以上のうち、オーストラリアでは、化石、原生を問わず種類が多くた陽性がいが、ハリブ海では、フルグラフーセス属のみが知られ、今のところコリンベリアム属は分布していないとされる。ほとんどの種が低緯度地域に分布しているが、海イ,イークイラニアスは、例外的に、ベイリング海から記載されており、得意な存在である。 大部分の種は生息域が比較的限られているが、これは時期達発生の海類によく見られる現象である。主に数百メートルの深海の砂テ底に生息しており、大陸方から落ち込む斜面の300メートルから600メートル周辺から知られるものが多く、3000メートル以上から知られる種もある。日本近海に生息する糸車シーパゴダは、 大陸砲20から30メートル程度の旋回部から生息し、例外的である。鬼拳いかに属する軟体動物の多くは、関係動物門の多毛類や星口動物門の星虫シシ類を餌にしており、糸車赤も同じ差で定に生息する多毛類を主に食べているらしい。これは、消化管内に残ったクダ生五海類の合毛からの推定で、例えば、 カリブ海産のヤゲンイトグルマフルグラフスセスブレイのいないより、カンザシゴカイカと翼カイカの毛類の合毛が多数見出されている。よく発達した水管と、急剣器は餌の管生カイの匂いを探り当てるための非常に細長い糞や小さな施設などは、生管内に引っ込んだカイを接触するための適応だと研究者は推定している。しかし多くの種が、 深海に生息し、最終例も少ないため、詳しい生態については、あまりわかってはいない。他の深腹足類と同様に雌雄があり、交尾によってメスが産卵する。卵は、卵脳として何かに産み付けられると考えられているが、その詳細は不明である。卵脳から小さい貝が生い出して、保腹生活に入る時期達発生で、 生涯の拡張部の滑らかで丸みのある部分が、その時の殻である。冒頭にあるように、貝類収集の対象とされるのが主な利用法である。しかし採取されることが少ない深海性の種が多い。ことと、突起などが破損しやすいことから、良い標本は、比較的高価なコレクションアイテムとなっており、博物館といえども、全種を、監修、いわゆるフルコンプしているコレクションはおそらく、 存在しない。一部の種は深海調査の際に採取された個体以外に知られておらず、それらに関わりのある研究機関や博物館以外には所持していないものもある。日本周辺に生息する糸車は例外的に旋回にも生息して比較的採取されやすいため、他の深海種に比べて安価で世界中のコレクターに供給されており、 糸車赤が独立のトガとして扱われていた時期に一通りのトガを揃いたいと考えるコレクターらを満足させた。収集以外ではオーストラリアなどから化石種も多く出土することか、新服足類の系統進化を探るのに役立つが、現在までのところ、それ以外での人との関わりはない。1831年、この仲間で最初に記載された糸車は、最初はクーゼス。 糸巻ボラ類とされたが、当時のこの俗名は、水管庫を持つ細長い貝の総称のようなものであり、今日的な分類学的意味はない。初めて、糸車類を認識したのは、ドイツのマルテンスという学者で、1881年に、巻が下巻貝科のプラロトマ族のア族として、糸車ア族コリンベリアムを創設した。巻が下巻貝科としたのは、施設を調べた。 別の学者が餌となった誤解の合毛を、果巻きがいかに見られるトゲ状のタ下型、トクサーグラセイトと見誤ったたである。1922年に、パイルという学者が糸車の施設を調べて、強絶型であることが分かり、1925年には、ドイツの学者ティーレも、空立ち糸車などの施設でそれを再確認した。ティーレは20世紀に広く利用されることになる貝類。 分類対抗を表した学者で、先の結果に基づいて、糸車類を、アッキガイミューアリスイデイに分類している。しかし殻や蓋も含めた、種児の特徴から必ずしも、アッキガイには入らないと考える学者も多く、その一人のトムリンが1928年に、糸車科コロンボレデイとして独立させた。このため、所属については人によって色々であったが、20世紀中頃、 以降は独立の都画として扱うのが主流となった。しかし、新服足類の高との系統関係には未解明の部分があり、実質的には系統不明の流浪の分類群であったが、1983年にハラセビッチ、MG ・ハー・アズビッチという学者が南体部の形態を含めて検討して、鬼拳外科タービナリディの赤として分類し、21世紀初頭の現在は、 この分類に従う場合が多い。過去に、鬼拳外科に分類されることがなかったのは、どうかの他種の殻に見られる特徴的な、殻軸の日だが、糸車類には全く見られないことも一因であった、ようである。なお、以下の形質の組み合わせから、鬼拳外科に分類された。糸車赤の属、ア属は2006年までに、後日の発行が記載されていた。 そのうち地下石のみで知られていたサラタファスス族は後にニューカレドニア近海から生きた海が発見され、南体の特徴から1991年にエゾバイカに分類されるようになったため、現在は7つが糸車赤として認識されている。しかしそれぞれのグループを分ける形質はそれほど顕著でないめ、それぞれを族とするか亜族とするか、亜族とするにもどの族の亜族にするか等々。 その扱いは人によって多少異なることがある。その一例として、コリズアー族はしばしば独立の族として扱われる。また、ヒスッポドフヤアスス族は、ラテン語のヒスピダス、毛だらけにちなむ、名前の通り、角全体が細かいトゲや、臨変状突起で覆われ、ある種の河川が衣類を彷彿とさせる、得意な軍であるが、未だ化石種のみしか知られていない。 糸車赤には百数十種が記載されているとされるが、その多くは化石種である。現生種は1980年までは約30程度が知られていたが、その後の深海調査などにより20種以上の種が記され、2006年までには50種以上になっている。これは過去100年間に記載された種数に匹敵する数が、この30年足らずの間に記載されたことになり、 この勢いで今後も新たな種が発見記載される可能性が高い。しかしその一方で殻の変異に相当な幅があることや殻の美しさや面白さがコレクターや分類者の興味を引くことなどから日本近海の糸車のようにわずかな違いで種や亜種が区別される例もある。そのようなものは後にシノニムとみなされることになる場合が多い。コロンバー・イニートムリン 1928イトグルマー,ー楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。